どうも、無印マニア無常です。新年明けましておめでとうございます。今年も1年よろしくお願いします。今日はね、ちょっとお正月ということで、ゆったり時間を過ごす方もいるかなと思いますので、無印良品のライブコマース、ライブ配信でいろんな商品を紹介して、そのライブ配信を見ながら商品を購入することもできるっていうね、通販のライブ配信みたいなやつを、ライブではないんですけど、アーカイブの動画なんですけど、そのライブ配信を見ながら、そのライブ配信を見てる僕を配信するという斬新な動画でございます。それでは早速ちょっとね、見に行ってみたいと思います。はい、本日は、ライブ配信をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。私が無印良品東京有明の鎌倉と申します。今回のライブ配信が、第2回目となります。今回のライブ配信ですが、商品を、ご紹介していく中で、ご覧いただきながら下の方に商品の画面が出てまいります。商品の画面をタップしていただくと、ライブ配信を見ながらすぐに、気になった商品をご購入していただけますので、ぜひ そちらの方ぜひお試しくださいませ、はい、前回のライブ配信ご覧になった方、ぜひいらっしゃいましたらコメントでお知らせくださいませ。前回は見てません、はい、ありがとうございます。はい、では、お待たせいたしました、はい、本日も、スペシャルゲストに来ていただいております。本部の永山さんでございます。ご紹介、はい、永山さん、ご紹介お願いいたします。よろしくお願いします、無印良品でパジャマの商品作りに携わっています永山と申します。今日は有明に商品を紹介しにやってきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。永山さんですが、本部の商品部で、はい、商品作りに携わっている、方でございます。なかなかこういった機会、携わっている方に、ご質問とかを言えることがないと思いますので、ぜひ皆さん何か質問などございましたら、どしどしコメントをお持ちくださいませ。永山さんに随時答えていってもらいますので、よろしくお願いいたします。はい、では早速コメントの方を見て、あ、見えてますとくださってます。ありがとうございます。あ、前回も見ましたと言っていただいております。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、では、はい、はい、ありがとうございます。はい、あ、でですね、はい、今、皆さんは、インスタグラム、東京有明のインスタグラムと、あとは、無地グローバルのインスタグラム、あとは、無印良品の公式ホームページから見てらっしゃる方がいらっしゃると思うんですけれども、先ほど説明した商品の、ご購入画面っていうのが出るのが、無印良品の公式ホームページのみに、しか出ないので、インスタグラムから見てらっしゃる方はぜひそちらの方からご覧いただけるようにお願いいたします。ちょっと見方が難しいので、今から少し説明をさせていただきたいと思います。まず、無印良品の、無印良品とまず検索してください。見えてますか？大丈夫ですかね、はい、はい、見えてますよ。でこちら下に進んでいただくと、無印良品のホームページの画面が出てくるのでタップしてください。はい、で開きましたら、はい、こちらの赤い画面が出てきますので、下の方に進んでもらいます。はい、そうすると一番下の方に、読み物という、こちらの私が手を挙げてる写真が出ますので、確かにこれはちょっと分かりづらかったな。はい、で下に進んでいただくと、この青の文字の一番上ですね、ライブコマースページというところがございますので、こちらを押していただきます。はい、で今こちらがライブ配信が流れてるんですけど、こちらの方をタップしていただくと、はい、商品を購入していただける画面につながりますので、ぜひ皆さんこちらの方から、ぜひご覧くださいませ。はい、ありがとうございます。はい、公式ホームページからね。では長くなりましたが、はい、今回のテーマについてご説明していきます。お願いします。はい、本日のテーマが冬のおうち時間を快適に、はい、というテーマに基づいて、商品のご紹介をしていきたいと思います。で、今回の、ご紹介する内容ですが、2つポイントがございます。はい、まず1つ目ですが、ネットストア限定のサービスになります。ネットストアでご購入の方は、小物配送、家具以外などですね、小物配送でしたら5000円以上ご購入で配送料が無料でお届けできますので、ね、ぜひこの機会にお試しください。ね、2つ目、はい、5000円以上買えます。じゃあ、はい、こちら無印良品全体でやっております。無印良品、会員様ですと12月6日月曜日まで、家具家電が 10% オフで、のご優待を行っておりますので、これからご紹介する商品、店舗でホットプレート買った時この期間やったかな、はい、そちらの商品は2日まで買っていただくと 10% オフで買っていただけます。すいません、2回同じことします。はい、この2つを行っておりますので、ぜひこの機会にお試しくださいませ。はい、はい、
ということで、前が長くなりましたが、はい、実際に冬のおうち時間を快適に過ごすアイテムの数々紹介してまいりたいと思います。永山さん、はいはい、冬のおうち時間を快適に過ごすホームウェアの、はい、おすすめの商品はございますでしょうか。はい、はい、ちょっと皆さん分かってると思うんですが、私たち、ね、はい、この暖かファイバーティルモフパジャマを今日まずおすすめに、やってまいりました。はい、はい、こちらのティルモフパジャマですね。そうですね、はい、まあ、その名前の通り毛布を、着れるようにした、はい、パジャマっていうところがコンセプトなんですけれども、はい、暖かファイバーの素材ですね。素材です、はい、これ気持ちいいからね。まず説明をしていきましょうか。はい、このパジャマだけ持ってないんですよ、僕は。はい、はい、持ちますね。ありがとうございます、はい、こちらですね、着てみて触っていただくとすぐ分かると思うんですけれども、その滑らかな肌触りと、まあ、その毛羽があるというところからしっかり保温性があって暖かいというところが特徴です。はい、保温性があって暖かいというのが特徴ですね。はい、はい、髪の毛の100分の1の細さのこのふわふわしたマイクロファイバーがしっかり空気をこう抱え込むので、はい、軽いんですけど、はい、しっかり暖かくて寒い冬に適した商品となってます。はい、そうですね、あの羽織った感じがすごく軽いんですよね、はい、すごく軽いのにもうふわっと素肌に当たっても暖かくて気持ちいいっていうのがこの、まあ、毛布の特徴ですか。毛布じゃないですね、パジャマの特徴ですね。はい、ありがとうございます。はい、素材については、分かったですね。デザインについてのこだわりのポイントはございますか。ちょっとこだわりポイントを説明させていただきます。はい、お願いします。そう、これ毎年売ってるんですけれども、はい、毎年売ってるご好評いただいてる商品なんですけれども、はい、ちょっと首元が寒いって声があって今回この襟をつけました。うん、ここちょっと立てていただいて。なるほど。こうすると、はい、首元までしっかり締まって、はいはいはい、首寒い時あるからね。最大の特徴になっております。はい、はい、そうですね、首元を寝る時に結構寒いと思うんですけれども、うん、上までしっかりと締めることができますので、うん、寝る時だけじゃなくてお家で過ごす時も、はい、うん、上をしっかりと締めていただくことで暖かくすごく過ごしていただくことができます。はい、はい、いいですね、ありがとうございます。そうですね、今あのコメントの方でコメントが、できないっていう風にいただいてるんですけれども、そうですね、ムジグローバルからご覧の方、すみません、ムジグローバルからちょっと、本日コメントができないようになっております。コメントをしていただけるのが無印良品東京有明のインスタグラム、あとは無印良品の公式ホームページの方からでしたらコメントいただけますので、皆様ぜひそちらの方からあのご覧いただけましたら、いし、はい、コメントしていただけますのでよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、ではサイズ感についてあの、はい、ご紹介していきたいと思うんですけれども、はい、はい、中山さんが着てらっしゃるサイズが何でしょうか。これが今真ん中の S から M のサイズを着ています。はい、S から M のサイズですね。はい、お色が、ベージュになります。はい、ベージュのお色味でございます ね、はい、身長が私がだいたい160センチぐらいなので、うん、その方は SM ぐらいでちょうどいいかなと思います。はい、160センチぐらいの方は S から M のサイズを着ていただけるとちょうどよく着ていただけると思います。僕は170センチ、はい、ありがとうございます。私が着ているサイズなんですけど、私が身長が171センチでございます。71センチ。私が着ているのが L から XL サイズを着ております。ちょっとゆったりと着てるので、はいはいはい、サイズ感もちょっと長めなんですけれども、僕はそれだけも長いので私今一つ折ってるんですけども、はい、ゆったりと着たい方は、はい、171センチ以上の方 L から XL、はい、着ていただけると、はいはい、ちょっとゆるっと、はい、着ていただけると思います。はい、ありがとうございます。はい、ではちょっとコメント読みましょうかね。あ、襟がすごいって着てます。どうですか。うん、ありがとうございます。そうそう、こだわったポイントですよね。はい、これ結構後ろのところまでしっかりと、そうなんです、はい、覆ってますので、結構寝るとき、うん、ここ冷えちゃうんでね、このままだと。あ、そうですね、女性は首を冷やすと良くないって言いますので、はい、手首、足首ですよね。はい、こう温めていただけると、はい、良いと思います。はい、はい、これはどうですか。はい、いや、そんな静電気すごそうですね。そんなことないんですよ、実は。はい、うん、静電気はね、はい、やってみますか。そう、静電気はそんなに意外と、そう、はい、僕も毛布すごそうなので、敷きパッド使ってるけど、はい、全然静電気とか起きないんで、はい、大丈夫です。大丈夫なんでしょうね、これは。肌触りはそう、はい、あ、そうですね、そうですね、サイズが何種類あるかっていう質問ですね。すみません、ありがとうございます。サイズですが、 XXS から XS の一番ちっちゃいサイズ、はい、あとは永山さんが着てらっしゃる、XS から S のサイズですね。 S から M のサイズですね。はい、失礼いたしました。で、私が着ている L から XL の3種類のサイズでございます。ね、で、サイズなんですけれども、こちら男女兼用のサイズとなっております。無印良品最近、ね、男女兼用というサイズを出しているんですけれども、性別、あとはあの体型に問わず、人というところに寸法を合わせた、ね、サイズ展開をしてますので、
L とか、あとは本当は細かく刻んでほしいですけどね、ですね、もう関わらず来ていただけるっていうサイズを無印良品では最近展開しております。はい、では婦人のサイズは今ご紹介したんですけど、紳士サイズについて気になる方いらっしゃると思いますので、今日はモデルに登場してもらいます。今井さんお願いします。今井さん、はい、今井さん来た、はい、あ、メンズね。じゃあ、はいはいはい、自己紹介しますか。無印良品東京有明、はい、無印良品東京有明の今井と申します。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。今井さんが今着てらっしゃるのはサイズは何でしょうか。サイズは L から XL です。はい、L から XL ですね。身長が何センチですか。171センチ。はい、171センチの方は L から XL サイズを着ていただくと、はい、着丈がこんな感じですね。後ろの方も見てもらってもいいですかね。はい、ありがとうございます。じゃあ前向いていただいて、こちらの色が何色でしたでしょうか。チャコールグレー。チャコールグレーですね。はい、ありがとうございます。なんかじゃあちょっとベージュの方が僕は映ってますかね。いいかな、はい。足元ですが、ここの足元のところにもゴムが入ってますので、うん、寝るときに上までめくり上がるっていうことがないので、うんうんうん、はい、しっかりとこちらも暖かく寝て過ごしていただけますので、はい、お試しください。ありがとうございます。これ最強ちゃう、これと、はい、では今井さん一旦お退場お願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、はい、では暑すぎるかな、3つ暖かファイバー、はい、3つ、あ、コメントですね。はい、じゃあコメント、コメントですね。はい、なるほど、中山さん L から XL を一回着てみてほしいです。はい、じゃあこの一番大きいサイズを、はい、ね、身長が160です。160センチの方が着ると、はい、ちょっと一番大きいサイズだと、そうですね、まあ、パジャマじゃなくてカーディガンのような感じで着ていただけてもいいと、ちょっとゆったりとしますね。ホームウェアでございますので、パジャマだけじゃなくてお家で過ごす時のカーディガンとしても、はい、着ていただけるといいかと思います。毛が長いのか、結構ゆったりと、そうですね、はい、着ることができますね。はいはい、これは好みです ね、着方は、はい、色も、あ、お値段でございますね。お値段いくらですか。言ってなかったですね、失礼いたしました。大事なお値段、失礼しました。はい、4990円でございます。はい、4990円でございます。上下で4990円でございます。送料無料になれへんやつ。ネットで買っていただけると5000円以上が無料となっておりますので、後でご紹介する商品など一緒に合わせていただくと配送料無料でご購入いただけますので、はい、どうぞお試しくださいませ。はい、ありがとうございます。はい、これいいですね。なんかお客さんのコメントを拾いながら、はい、洗濯して乾き具合はどうですかって来てますが、あ、なるほどですね。確かにちょっと生地が厚いんですけど、うん、何ですかね、軽い、はい、着心地も軽いので、はい、洗濯も割とすぐ乾きます。すぐ乾きやすい、はい、あ、それはいいですね、はいはい、冬の時になかなか乾きにくいと思うんですけれども、ね、割と乾きやすい、はい、理由でございます。はい、はい、では続きまして次の商品、暖かファイバーのつながりでもう一つ商品のご紹介をさせていただきます。はい、こちらですね。これはいいですよ。暖かファイバー蒸れにくい厚手毛布についてご紹介いたします。これは愛用しております。はいはい、こちらもそうですね、暖かファイバーの、はい、はい、毛布になってます、ね、はいはい、今持っているのがシングルサイズでございます。うん、はい、店頭ではこういった感じでコンパクトに、はい、展開をしております。で、ダブルとシングルと2つございます。今持っているシングルが3900円の商品でございます。うんうん、はい、3990円ですね、失礼しました。3990円の商品でございます。下の方に商品画面がございますので、気になる方はそちらの方をタップしていただくと詳細がございますので、ね、ぜひご覧くださいませ。出てるのがすごいですね。はい、ではこちら実際に今ベッドに敷いております。はい、じゃあ先ほどの今井さんに登場していただいて、こちらをお試しいただこうと思います。はい、出た、今井さん、今井さんどうぞ。はい、これスリッパはみんな暖かファイバー、はい、スリッパかな。はい、じゃあ膝にかけていただいて、はい、じゃあかけた感じどうですか。これとっても軽くて、はいはい、軽くて、はい、肌触りが気持ちいいです。あ、そうですね、はい、この毛布なんですけれども、本当に軽いっていうのが特徴ですね。軽くてしっかり暖かいので、なんかお客様用に、うん、布団を用意するときに羽毛布団がなくてもこの毛布だけご用意していただければ、結構それだけで暖かく過ごしていただけますので、最強ですからね。はい、そちらもすごくおすすめのポイントでございます。はい、ありがとうございます。肌触りもすごくいいですよね。はい、今井さんは寝るときどういった格好をしていますか。寝るときは今スウェットで、はい、あ、スウェットで寝てるんですね。はい、スウェットで寝るのもいいんですけども、なんかパジャマで寝るっていうのがいいところが、気持ちの切り替えができるみたいです。寝るときにパジャマを着るっていうことで、うん、もう寝るっていうスイッチが入るみたいなので、ぜひこの機会にパジャマをご購入くださいませ。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ今井さん、ぜひもう一度お着替えタイムをお願いします。はい、ありがとうございます。はい、はい、あ、毛布愛用してくださってる方いるそうです。ありがとうございます。はい、鎌倉さん、僕も愛用してます。そうですね、はい、
リビング長山さん僕も愛用してます、はい、ありがとうございます、はい、ご家族でね来ていただけるかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、では続きまして、次のおすすめ商品について、はい、ご紹介をお願いいたします。はい、じゃあぜひ鎌倉さんも来ていただいていいですか。はい、出たフランネルパジャマ、はい、こちら続いてはフランネルパジャマです。はい、これいいですね。こちらはですね、はい、はい、いいですか。はい、はい、オーガニコットンの糸を使って、起毛させた、これ着やすい、はい、オーガニコットンの糸を起毛させた、はい、ね、保温性に優れた暖かいフランネルパジャマになります。はい、脇に縫い目のないフランネルパジャマでございますね。はい、素材はこれを着て、オーガニコットンの素材でございますね。はい、こちらの商品の特徴はどういったところでしょうか。はい、無印良品のパジャマは脇に縫い目がないっていうのが特徴となってまして、うん、はい、ここですね、サイドのところに縫い目がないのが特徴なんですけど、うん、はい、縫い目がないので、はい、はい、寝返りを打ったりしてもゴロつかないというところが特徴になってます。うん、そうですね、はい、脇に縫い目がない、はい、っていうのは、はい、すごくゴロゴロせずに。あとですね、この生地を折るときに、はい、普通1本のところ2本の糸を使って総子使いって言うんですよ、ここ。総子使いで寄りながら作っているので、はい、はい、丈夫ですし、膨らみ感の、はい、膨らみ感があって暖かいっていうところも商品の特徴になってます。そうですね、結構生地がしっかりしてるんですよね。オーガニックコットンなんですけど薄くなくって、ふわっとした素材でございますので、ホームウェアにすごくぴったりの商品ですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。商品タップしていただいております。たくさんありがとうございます。ぜひタップしてください。はい、ありがとうございます。なんと今日から非常にお求めやすい価格になっております。はい、そうなんです、本日から、1000円オフとなっておりまして、はい、3990円、はい、2990円でかなりお買い得に、はい、ご購入いただけますので、この機会に皆さんぜひ、お試しください。はい、今なら全カラーまだあると思うので。そうです、今ならまだ揃っております。はい、3990円で買ったので、サイズについてご紹介をいたします。はい、中山さんの身長とサイズをお願いいたします。はい、私も、今身長160センチくらいなんですが、着用しているのが S から M のサイズになります。はい、身長160センチで S から M を着用してくださっております。お色味がこちらが、こちらが、グレー×、違いますね、違いますね、はい、はい、グリーンチェックですね。グリーンチェックですね。はい、はい、グリーンチェックの色を、着用してくださっております。はい、はい、ありがとうございます。で、私のサイズですが、私が身長171センチで L から XL を着用しております。この色かわいいな。こちらがグレーかけるチェックのお色味を着用しております。はい、で婦人が、サイズがこの2つですね、S から M の1つのサイズと L から XL の2つ目のサイズ、2つのサイズで展開しております。で、お色味が8色ございます。いろんな柄と、あと無地の柄などもございますので、これは S、はい、気になる方は商品のところをタップしていただけるといろんな商品見れますので、ぜひご覧くださいませ。はい、じゃあ新種のサイズも、はい、気になっているかもしれないので、今井さん、紳士サイズ見たいですということですので、はい、じゃあ今井さんに登場してもらいたいと思います。はい、じゃあ今井さんお願いします。はい、うわ、はい、じゃあ今井さん身長と今着ているサイズを教えてください。はい、身長が171センチで、S から M を着ています。はい、 S から L も L を XL から S から M を着ています。はい、うん、全部で紳士が7色ございます。これ僕買った時はね、今着ているのがチャコールのお色味でございますね。紳士のサイズも婦人と同じく S から M と L から XL の2サイズで展開しております。はい、今井さん着心地はいかがですか。すごい暖かくて、はい、軽いんですけど、はい、がしっかりしていて、うんうん、生地しっかりしてますよね。はい、はい、そんな印象です。そんな印象ですね、はい、ありがとうございます。はい、ではどちらかのパジャマをね、この機会にぜひ、はい、2990円で、はい、売っておりますので、安なったのはいいな。はい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。今井くんいいねって、すごい今井くんへのコメントが、すごい大人気ですね。今井くんが大人気でございますね。はい、今井くん人気。ウエストのゴムは伸びますかって言ってますね。そうですね、伸び切りもせず程よく伸び切りにします。はい、ゴムですね。こちらの毛布の方もゴムですし、プランネルの方もゴムでございますね。はい、ありがとうございます。と柄が、下の柄も同じになるので、上下同じ柄のパジャマ。そうですね、はい、上下、はい、同じ柄のもので着ていただけます。はい、ありがとうございます。はい、はい、シワの具合とかどうですか。洗った後のシワの具合ってどうですかって言ってるんですけども、シワ全然いかないです。はい、アイロンはもちろんパジャマかけないと思うんですけど、かけなくても大丈夫ですけど、はい、干す時に、普通の力でちょっとシワを伸ばしながら干していただければ気にならない程度のシワだと思います。気にならないシワは、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。はい、では、ただいま、そうですね、こちらが2990円でございます。男女
同じ色、あ、そうですね、あの、うん、何ですかね、何時で着ていただいてもいいですし、はいはい、ちょうど2個買っていただくと、小物配送、ネットで買っていただいた方は5000円以上だと配送料無料でご購入いただけますので、ぜひあのこの機会にフランネルパジャマを皆さんお試しくださいませ。はいはい、ありがとうございます。はい、では永山さん、はい、そうですね、永山さんの方から、皆さんに何か質問とか、はい、この機会にありますか？はい、ぜひ。はい、じゃあちょっといつも、そうですね、商品の企画会議で話題に上って、はい、企画会議で話題に上っていること、はい、なかなか結論が出ない質問をちょっと投げかけ、はい、させていただきたいんですけれども、はい、あのパジャマにポケットがいるのか問題なんですけど、パジャマロン、パジャマのポケット論争ですね。はい、結構そうですね、無印良品のパジャマでもコメントがよくあってるんですけども、胸ポケットあるけどね、パジャマが欲しいっていう人とパジャマがいらないっていう人がいるので、結構商品を作る上でズボンにもポケット欲しいです、長山さん。はい、なのでもしパジャマにポケットがいるよっていう人は1番のボタンを押してください。1番答えないんですけど、1っていうそういう数字を押してください。はい、でパジャマはいらない、はい、今いるっていうのを聞きましたね。いる方は1で、いらないなっていう方は2の番号をあのぜひ押してほしいです、はい、ちょっとこれもしかすると無印良品の商品作りに生かされるかもしれないので、よろしくどうぞ。ぜひ1番です。無印寝るときに1番です。いらないなっていう方は2、いるよっていう方は1を押してみてください。ポケットあった方が便利なんですよ、はい、パジャマここに胸ポケットで、そうですね、胸ポケットはあるんですけど、パンツにいるのかパンツにいります、はい、でもホームウェアとして着る方はなんかリップを入れたいですっていう声とかあるので、携帯入れたりとかで、ね、はい、1ばっかりです1ばっかりです1番ですよ、やっぱりないと無理って来てます。はい、長山さん、はい、はい、あ、2もあり、2もありつつ、1も1ばっかり押してくださってるかと思います。1ばっかりですかね。あ、やっぱ皆さんポケットは必要なんですね。必要ですよ。すごい1が。ありがとうございます。はい、じゃあこれはあの商品作りにぜひ、はい、あの活かしていただいて、よろしくお願いします。はい、はい、はい、では、永山さんはこちらで終了となります。はい、お疲れ様でした。ライブ配信いかがでしたでしょうか？はい、慣れない慣れない緊張しました。緊張しました。楽しかったです。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、では後でご覧になってください。はい、はい、ありがとうございます。では次の、ところに移りたいと思います。本日もう一人スペシャルゲストに来ていただいております。はい、ではこちらにご紹介していきます。はい、こんばんは、お待たせしました。はい、はい、こんばんは、座ってください。はい、ありがとうございます。あ、これ着てしまっていました。はい、はい、はい、では途中から、ご覧いただいている方もいらっしゃると思いますので、改めてご挨拶をさせていただきたいと思います。こちら無印良品東京有明関東最大級のお店からお届けしております。私が無印良品東京有明の鎌倉と申します。はい、では、はい、自己紹介お願いします。ありがとうございます。無印良品東京有明でインテリアアドバイザーをやっております。はい、はい、山本と申します。はい、趣味は、はい、模様替えです。趣味模様替えです。はい、はい、インテリアアドバイザーですので、うん、収納とかあと家具の配置など、そうですね、はい、そういったことのプロをされている方でございますので、うん、はい、はい、山本さんにいろいろ聞いていきたいと思います。はい、はい、本日はよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ありがとうございます。はいはい、はい、有明のインスタグラムの方ですね、今ちょっとトラブルで、配信ができていないということですので、ぜひあの無印良品のホームページの方からあのご覧くださいませ。すみません、ちょっとインスタグラムの方も配信ができていないようでございますので、はい、恐れ入りますが、こちらからご覧くださいませ。はい、では、はい、本日のテーマですが、冬のおうち時間を快適にをテーマにお届けしております。はい、はい、では、はい、インテリアアドバイザーとして冬のおうち時間を快適に過ごすアイテムのご紹介をお願いいたします。はい、鎌倉さん、はい、冬のおうち時間といえば、はい、アロマですよ、香りですよ。はい、冬のおうち時間といえばアロマでございます。香りですね。今日は、はい、ちょっと超音波のですね、はい、あのアロマディフューザーを紹介したいと思います。はい、超音波アロマディフューザーでございますね。超音波うるおいアロマディフューザー、はい、超音波うるおいアロマディフューザーでございます。はい、こちらです。はい、こちらの、商品の特徴を教えてください。そうですね、商品の特徴としてはもう、はい、皆さんご存知ですかね、超音波で、はい、あの動くアロマのディフューザーなんですけれども、超音波で動くということですね。超音波ご存知ですか？はい、はい、ちょっとよくわからないですね。あの超音波っていうのは、はい、あの実はこの中にですね、ちっちゃな振動する部分がありまして、でそこにこう電気を通すとですね、すごい細かく振動する、はい、それが超音波なんですね。でそこでミストが発生して、はい、あの香りが拡散するっていう仕組みになってます。あ、超音波で、発生する、はい、はい、でなので、はい、あのまあ、よくですね、うん、あのディフューザーアロマ のこういう機械なんかでは熱で温めてっていうのもあるんですけれども、はい、こちらはそうではなくて、うん、あの
振動で拡散させているので、あの電気代なんかも抑えられるような、あ、はい、なるほど、熱は違って超音波だと、ね、電気代も抑えることができるんですね。 それはいいですね、経済的になってます。山本さん、ずっとニコニコして印象がいいです。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、使ってますという声もありますね。無印良品で結構昔からある人気の商品なんですけど、うん、はい、結構使ってらっしゃる方もいると思います。ありがとうございます。持ってます。はい、はいはい、ありがとう、欲しいなと言っていた、はい、じゃあもっとこれでも、この使い方知らない方がいらっしゃると思いますので、実際に使い方を実演していきたいと思います。はい、はい、じゃあまずこちら蓋を開けます。もうすでに水入ってますけど、はい、一回やってみますね。ここにこちらに線が入ってるんですよね、はい、そこにですね、はい、そこにまでチョロチョロチョロっと水を入れまして、はい、そんな真ん中にかけんの？はい、入れます。はい、じゃあ蓋を、あ、違いました。はい、はい、大事なのがアロマですね。はい、アロマを数滴垂らしてください。はい、何滴か。まあ2、3、ちょっと多かったかな。いい、はい、2、3滴垂らします。はい、はい、で蓋を閉めます。蓋をして、はい、でこちらですね。そうですね、はい。ここにスイッチがあります。ここスイッチ長押しです。あ、先に明かりつけましょうか。はい。ほら、これ明かりがつきます。はい。はい、これほどよい、いい明かりですよね。はい、ピッとなったらこんな風にアロマが出てきます。はい、簡単ですね。水を入れてアロマを入れてボタンを押すだけという風に、そうですね、はい、使っていただけます、はい、このボタンの特徴など何かありますか？そうですね、これ、はい、実はここのスイッチ あのメインのスイッチのところで、はい、タイマーが設定できまして、最大3時間で2時間、1時間、30分というふうに設定ができます、はい、それからここのタイマー機能ですね。そうです、タイマー機能があるんですよ、はい、であとこの明るさも2段階に調節ができるので、うん、お休みの時なんかもですね、ベッドサイドに置いていただいてもタイマーライトとしても使っていただけるようになっています、はい、あ、タイマーライトとしても使っていただけるようになってますね、はいはい、あとライトが2段階なので本当にインテリアに、うん、はい、そうですね、おすすめですよね、はい、はい、ありがとうございます。はい、これはい、結構そのコメントでお手入れのことを聞かれてるんですけれども、はい、どういうふうにお手入れをしたか、お手入れ、はい、お手入れはですね、はい、割と簡単なんですけれども、やっぱり水、お手入れはしてないですね、水分はしっかり取っていただきたいので、うん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 、使い終わったらしっかり残し水分が残っていたらもう捨てていただいて、はい、乾いた布と柔らかい布なんかでですね、うんうん、水分を抜いていただければ全然大丈夫です。 ありがとうございます。そうですね、お掃除のこと結構皆さん気になってますよね。そうですね、濡れてるところを拭いていただくっていう、ちょっと汚れがついてる場合、まあ、そうです、その場合は中性洗剤薄めたもので、はい、拭っていただいてですね、うんうん、それまたもう一回乾いたもので拭き取っていただければ大丈夫ですよ、はい、中性洗剤薄めていただいて拭いていただけると、はい、長く使って保っていただけますので、はい、ぜひそのようにお手入れを、はい、してください、ね、はい、はい、で山本さん、噂によるとアロマ検定を持ってるということを聞いたんですけど、はい、そうなんです、はい、私アロマ検定2級を実は持ってまして、はい、はい、アロマ検定っていうのがあるんですよ、はいはい、コメントでも結構アロマはどのタイプでも大丈夫ですか、そうですね、アロマについて結構コメントをいただいてるんですけど、うんうん、そうですね、山本さんのおすすめのじゃあアロマについて、かしこまりました、お願いいたします。私のおすすめ、まずちょっと一個おすすめしたいのが、はい、お休みブレンド、スッキリブレンドちょっと持ってきました、はい、スッキリブレンドです。無印良品ではですね、たくさんエッセンシャルオイルもあるんですけれども、はい、その中で、はい、あらかじめもうブレンドしていろんなシーンとか、こう気分なんかでですね、はい、変えて合わせて使っていただける、はい、もうブレンドがあります。ブレンドタイプのエッセンシャルオイルでございますね、はい、で今日持ってきたのが、はい、まずはスッキリブレンドですね、はいはい、どういった香りですか？これはですね、うん、中に入っているのが、はい、レモンとライムと、はい、あとユーカリなんですね、はい、すごいスッキリ系です。スッキリとした香りですね、はい、うん、気分を変えたい時とかに最適なんですけれども、はい、やっぱりおうち時間が長くなってきて、うん、これからまた年末なのでお掃除、お掃除する方も多い、お掃除する方が多いですね、はい、でもうお部屋をきれいにした後にこれですっきり、気分もすっきりっていうのがすっきりブレンドでございます。はい、ありがとうございます、はい、テレワークをされてる方も気分をちょっと変えたいなって思う方があると思いますので、やっぱり香りが違うだけで全然お部屋の雰囲気だったりとか気持ちが変わりますから、はい、はい、おすすめです。そんなことおすすめでございますね、はい、はい、ありがとうございます。でもう一つぐらいもう一つおすすめございますでしょうか？1個持ってきました、はい、これお休みブレンドです。お休みブレンド、はい、こちらが無印良品で一番人気の香りでございます、はい、どういった香りの特徴がありますでしょうか？ベルガモット、ベルガモットですね、はい、とあとスイートオレンジなんかが入っております。スイートオレンジですね、使ってると、はい、オレンジなので甘い
香り、優しい香りですね、うんうん、それからベルガモットはあの柑橘のちょっとフローラルな香りなので、はい、ちょっとこう華やかな少し香りがします、うん、紅茶のアールグレーなんかにも入っている香りですね。 なので落ち着いた気分でゆっくりお休みになるときに最適なのがお休みブレンドです。リラックスするときに、リラックスに、はい、じゃあ寝るときにこういった香りを使っていただいて、はい、でアロマディフューザーをタイマーにしていただいて、寝ると冬の保湿時間を快適に過ごすということですね。はい、そういうことです、はい、ありがとうございます。アロマ検定って何ですか？アロマ検定、すいませんそうなんです。アロマ検定はどういった検定は、まあ、アロマテラピーなんかをですね、うん、まあ、僕が持っている2級は、自分で楽しむための知識とかやり方なんかを、はい、勉強するのがアロマ検定2級、はい、1級はそれをなんか教えたりとかっていう、ものになってます。なるほど、はい、自ら楽しむために。そうですね、はいはいはい、で今ご紹介しているのが 10ml ですね。で1490円のものをご紹介しているんですけれども、どれぐらい持ちますかって来てます。どれぐらい、そうですね、使用頻度にもどれぐらい持ちますかって来てますが、そうですね、どのぐらいですかね。毎日、そうですね、はい、お店で稼働していると結構すぐなくなる。お家だと1日何時間ぐらいちなみに使いますかね。実際これ持ってる、大体これ、1回で3時間持つので、はい、3時間、はい、まあ、大体そのぐらいが目安かなと思うんですね、うんうん、毎日使うと実際に使ってみる感じだと山本さんどれぐらいで買い替えますかね。結構持つんですけど、1ヶ月とか、まあ、1ヶ月は持ちますね、うんうん、はい、大体そのぐらいで1日3時間とか4時間とか、うん、そうですね、頻繁に使っていただくだと1ヶ月ぐらいですね、はい、持つということですね、はい、はい、ありがとうございます。はい、あ、そうですね、ありがとうございます、はい、で、こちらの、超音波潤いアロマディフューザーですが5990円の商品でございます。無印良品の公式ホームページを見ていらっしゃる方は下の方に商品の画面が今ちょっとエッセンシャルオイルだと思うんですけど出てますので、こちらの方をタップしていただけるとライブ配信を見ながら商品のご購入をすぐしていただけますので、気になる方はぜひそちらの方からご覧くださいませ。で、ただいま、12月6日まで家具家電 10% オフやっております。こちらの商品も家電ですので 10% ご優待対象商品となりますので、ぜひ気になる方はこの機会にお試しくださいませ。よろしくお願いいたします。 はい、ありがとうございます。はい、では次の商品に参りたいと思います。はい、では次がこちらですね。はい、はいはい、こちらはですね、はい、まあ、アロマディフューザーがコードレスになったコードレス、はい、超音波コードレスアロマディフューザーですね。はい、超音波コードレスアロマディフューザーでございます。はい、じゃあこちらもちょっとつけてみましょうか。はい、で、コードレスという商品でございますね。はい、先にしますね。はい、行きますかね。はい、ですね、はい、じゃあ私がやりますね。はい、はい、じゃあこちらの商品の特徴を教えていただけますでしょうか。はい、こちらはだいたい8畳から、はい、5畳から8畳ぐらいのだいたい1部屋、はい、分の、うん、はい、6畳から8畳ですね、はい、1人暮らしとかのサイズがちょうどいいですかね。はい、そうですね、はい、で2時間までこれ持ちますので、2時間、はい、はい、結構どんなところ、お部屋のいろんなところに持って行って使っていただけるようになっています。うんうん、はい、充電式ですので、はい、コードを外していただくと、はい、そうですね、コードの近くじゃなくても、はいはい、自分の好きなところに移動していただけるっていうのがいいポイントですね。はい、はい、でコードを外すと、どれぐらい持ちますか。はい、だいたいコード外して充電いっぱいしていただいて2時間持ちます。はい、2時間ですね、はい、はい、ありがとうございます。はい、こちらも、ライトの仕様が、あるんでしたっけ。ライトが同じく2段階ですね。はい、はい、はい、でこれタイマーも同じく、はい、あ、これはオンオフか、はい、失礼しました。タイマー機能もついている2段階ですね、はい、ということですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、でこちらの商品のお値段ですが、3990円でございます。こちらも各家電 10% オフ対象商品でございますので、こちらもお買い得にご購入していただけます。はい、ありがとうございます。はい、ではもう一つご紹介いたしますね。はい、こちらが今年の新商品でございます。はい、はい、じゃあこちらの商品の特徴を教えてください。はい、こちら超音波つながりなんですけれども、はい、これは超音波の、加湿器です。はい、超音波加湿器でございますね。加湿器ね、はい、こちらの、はい、商品の特徴はどういったところですか。はい、特徴3つあります。はい、3つございます。はい、まずは大容量というところですね。はい、大容量、はい、この中に実は3リットルも入るので、はい、3リットルたっぷり入るタンクですね。はい、15畳ぐらいのお部屋、リビングルームでもしっかり加湿することができます。うんうん、なるほど、はい、ありがとうございます。次に、はい、はい、シンプルなデザイン、とってもシンプルなデザインで、うん、はい、ボタンも平べったい形になってます。うんうんうん、はい、なのでどんなお部屋にも馴染む、どんな場所でも馴染むデザインになってます。はい、はい、ありがとうございます。はい、では3つ目、3つ目が簡単な操作です。はい、じゃあ操作やってみましょうか。はい、これは中にですね、
もうそのまま水入れていただきます。はい、タンクが別ではなくてそのまま商品自体に入れる、はい、ということですね。そのまま入れちゃえるんですね。はい、まずは、まあ、3リットル本当はたっぷり入れます。はい、で蓋を閉めます。でここを押すと、はい、見えますか。どうでしょう、見えますでしょうか。はい、はい、これが今一番マックスのですかね。はい、あ、ごめんなさい、これがマックスです。はい、あ、すごい、ここまで出ます。あ、すごいですね、結構たっぷり出ますよね。はい、見えてますでしょうか。見えてますか。ちょっと、はい、ごめんなさい、はい、切り替え、これ3段階の切り替えがあって、はい、3段階の切り替え、これが一番ちっちゃいので、はい、次でここまで、うん、はい、調節ができるようになってます。はい、こちら3段階で調整していただけます。はい、ありがとうございます。そうですね、こちらの方も皆さん気になると思います。結構その加湿器っていうのがカビが生えやすいっていうイメージがあるんですけれども、はい、お手入れ方法、ね、はい、皆さん聞いてますが、はい、こちらもお手入れすごく簡単で、はい、あのパーツがとても少ないので、うん、もう使い終わったら、ね、水を捨てていただいて、はい、水を捨てていただいて、はい、週に1回か2回ぐらいですね、はい、水をしっかり切っていただく、乾いた布で中のタンク拭いていただいて、ベースの部分も外れますので、はい、そこもしっかり水で布巾で拭いていただいて、はい、はい、乾かしていただければ大丈夫です。はい、手入れはだいたい1週間かに1回から2回やっていただいて、ね、はい、一緒ですね、軽く濡れているところを拭いていただくっていう風に簡単なお手入れ方法になります。はい、はい、蒸気すごいなってきてますね。はい、あ、分かりやすいそうです。はい、ありがとうございます。はい、そうですね。はい。はい、で、そうですね、じゃあ皆さん、こういった加湿器とかって持ってらっしゃる方いらっしゃいますかね。うん、皆さんどちらのお部屋とかに置いてることがありますかね。ちょっとコメントでもしよろしければ。加湿器は、はい、加湿器を置く場所とかってどこに置いてらっしゃいますか。冬場喉痛くなるからね。はい、どうですかね、白、はい、あ、はい、これどれだけの部屋の大きさまで対応してますかってきてます。大体15畳ぐらいですね。こちらが15畳ぐらい、はい、のサイズまで、はい、あ、はい、寝室に置いてるみたいな。そうですね、寝室に置いてる方、うんうん、あ、そうですよ、寝るときにやっぱりか、あ、リビングに置いてます。はい、まあ、やっぱ寝室ですっていう風に、はい、置いてくださってもありがとうございます。はい、はい、こちら加湿器の置く場所が一番最適な場所っていうのは、はい、そうですね、大体お部屋の端っこに置かれる方も多いんですけど、はい、真ん中にぜひ置いていただくとですね、真ん中に、はい、蒸気がこうわーっと全体に広がるので、あ、なるほど、はい、一番効果的な場所なんですよ。一番効果的な場所は真ん中に置いていただくと一番いいそうです、ね。うちは真ん中に置いたら多分子供が固化してすぐ潰れると思う。真ん中に置いてもインテリアの邪魔をしなくていいですね。はい、ありがとうございます。はい、でこちらの金額ですが、6990円でございます。こちら家具家電 10% オフ、12月6日月曜日まで行っております。あとは、ネットで買っていただいた方は5000円以上で配送料無料となっておりますので、そちらも一緒にお買い得にご購入いただけますので、ぜひご利用くださいませ。はい、はい、ありがとうございます。はい、では続きまして家具の、はい、紹介ですね、をさせていただきたいと思います。はい、場所を移りますので、はい、ちょっと移動します。こちらに参ります。はい、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 こちらです。はい、皆さんよく知ってらっしゃるかもしれませんが、はい、ダメにする。じゃあこちらの商品名を教えてください。はい、こちら体にフィットするソファーです。はい、体にフィットするソファーでございますね。はい、はい、じゃあもうこの商品の特徴は、はい、私が実際に試してみて、はい、そうですね、はい、説明お願いします。はい、じゃあまずはですね、はい、もう一回このまま座ってみてください。はい、じゃあ座ってみます。はい、人をダメにするソファーと言われているそうですね、ガンと人をダメにするソファーと言われている商品、はい、そうですね。よかったらちょっとその形でこんな風に本を読んだりして、はい、あ、ここがすごく安定感があるの で、ね、はい、本とかこうやって読むときになんか膝も固定できてすごく見やすいです。このスリッパ、これがまず第一段階の1回パターン1の座り方ですね。はい、はい、じゃあちょっともう一回、これが一番シンプルな座り方です、ね。はい、次はちょっとですね、これを横にして、はい、この辺に座ってみてください。はい、横にした状態で座ってみます。はい、はい、どうですか。すごい、なんか横に伸びます ね、 そうですよね、さっきと違って結構。そうなんですよ、踏み込む形で。実はこれ生地がですね、はい、この硬い生地とちょっと伸びる生地、ミニチュア互い違いに使っていて、うんうん、今これ伸びる生地が横に来ているので、ちょっと寝転がった時に体を全体的に支えてくれるっていう風になってます。はい、柔らかい生地が横に来ているの で、 そうです、ね、ふわっと横に広がるってことですね。です、はい、でこれこたつとかがいいかもしれないですね。こたつにぴったりですね。はい、でまだありますか。実は最終段階の座り方、ちょっと私と一緒にやってみてください。はい、はい、一緒に、はい、いきますよ。はい、横にしたままですね。ままですね。はい、どこに座ればいいですか。この辺の手前に座っていただいて、はい、こんな風にすると、はい、
なるほど、はい、いいね。これ最終段階の一番の、はい、お昼寝バージョンです。はい、これでこうやってテレビでも、はい、テレビを見るっていう、はい、あ、いいですね。これちょっと快適に過ごせますね、はい、すごい、これはすごい。そうですね、いいですね。はい、で2個あるので、座り方がちょっといろいろできる。2個あるとさらにいろいろできて、はいはい、こちらに座っていただいて、はい、これをでも足元こちらですね、はい、足元をちょっと出していただいて、はい、オットマンですね。オットマンです、はい。2個使い、これ結構されてる方もいらっしゃいますよね。そうですね、2個使いしていただくと、はいはい、さらにオットマンになりますね、はいはい、で生地がこれたくさんあって、はいはい、カバーがたくさんありますね、はい、あのカバーと本体別売りなんですけれども、はいはい、全部で7色から選べますので、はい、ぜひ、はい、たくさんいろんな生地が選べて、しかもカバー変えるだけでもまた長持ちする、長く使っていただけるようになってます、はいはい、今ご紹介したデニムのカバーと、はい、でございますね、はい、じゃあちょっともう一個、はい、紹介したいものがあるので、はい、ちょっと鎌倉さんこのまま休んでてください、はいはい、じゃあちょっとコメントを読みます最終段階は楽しそう、はい、でもすごく、はい、あ、ちょっとが来ましたね、はい、山本サンタが来ました、はい、はい、こちらは何でしょうか。こちらはですね、はい、ギフト専用の、はい、体にフィットするソファー専用のギフト袋。体にフィットするソファー専用のギフトでございますね。はい、これ別売りになっていて、はいはい、こちらもお求めいただけるようになってます。はい、こちら490円でございます。体にフィットするソファー、ぜひプレゼントでされる方はこちらに包んでいただいて、はい、いいと思います。はい、ありがとうございます。はい、こちら朝起きて枕元にあったらすごい嬉しい。すごい嬉しいですよね。最高です。はい。はい、こちらカバーもございます。ぜひお試しくださいませ。でこちらに体にフィットするソファーは家具、加減 10% オフ対象商品でございますので、こちらもなんと 10% オフで買っていただけますので、ぜひこの機会にご利用くださいませ。はい、ありがとうございます。はい、では、はい、ありがとうございます。はい、では、はい、ダイヤモさん、はい、来ていただいて、はい、ただいま、からちょっとだけ、無印良品東京有明の店内を、前回ご好評だったので、あとお見せしたいと思います。無印良品東京有明なんですけれども、12月3日去年のちょうど1年前ですねに、オープンしました。本日が、めでたく1周年を迎えることができました。はい、ありがとうございます。はい、ということで、無印良品東京有明では1周年祭を開催しております。本日から、12月12日日曜日までの間に、1周年祭、いろんなイベントとか、あと、限定商品ですね、はい、などを、販売しておりますので、少しだけその紹介をさせていただきたいと思います。では、はい、売り場の方に参ります。はい、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 じゃあ参ります。はい、今、ご紹介していたところなんですけれども、無地インフィルゼロといいまして、こちら、マンションの中古マンションをイメージした内装になってたんですけれども、無印良品ではフルリノベーションもやっておりますので、はい、ぜひこちらの方も、はい、ご覧ください、はい、あとはこちらですね、無印良品関東最大級のお店でございますので、家具ほとんど全ての家具がこのようにずらっとお試しいただけます。なかなかそういうこともないと思いますので、はい、ぜひ家具買いたいなっていう方はいろいろ試していただけます。ぜひご利用ください。じゃあこちらの売り場に参ります。はい、先ほどご紹介した暖かファイバー蒸れにくい厚手毛布ですね、こちらたくさん、はい、こちらに並んでおります。あとはこちらですね、はい、他にもいろんな種類の毛布があるんですけれども、上までしっかりと、いいね、並んでおります。見てるだけで、はい、たくさんあります。はい、いいよね、ありがとうございます。じゃあこちらの売り場ご紹介します。こちらがベッドの売り場でございます。はい、ベッドを買うときにまずデザインから気になりますね。あとは色とか、あとは寝心地っていうのが一番気になると思うんですけれども、なかなか比べることができないと思います。東京有明では全部のマットレス並べておりますので、はい、お試しいただくことができます。ぜひ山本さん一回試してみてください、はい、ちょっと失礼します。はい、寝心地っていうのがやはりそれぞれ違いますので、はい、いかがですか。はい、寝心地はいかがですか。いいですね。はい、ありがとうございます。いいね、このように無印良品東京有明ではマットレスたくさんご用意しておりますので、はい、ぜひいろいろお試しください。はい、はい、では、はい、こちら参ります。はい、はい、こういった羽毛布団など、はい、もたくさんありますので、これもね、はい、お試しください。
はい、暑すぎるぐらいけどな、はい、で無印良品ですか、今ご紹介したあの毛布とかベッドとか家具だけではなくて、なんと無印良品の家っていうのを丸々東京アレイキでは、ね、入っています。無印の家、家が丸々売り場の中に立っています。無印の家な、はい、はい、だん、なんと家も買っていただくことがある、丸ごとモデルハウスの展示となっております。はい、ありがとうございます。これ見に行きたかったね、はい、で今ちょっとこちらあの機材が置いてあるんですけれども、先ほどご紹介させていただいた無印良品の1周年祭でこちらはちょっとステージとなっておりまして、あの得意なダンスが得意なスタッフは、みんなでダンスをしたりとか、演奏が得意なスタッフは音楽を演奏したりとかっていうのを、こちらイベントを毎日行っておりますので、ぜひ無印良品東京有明のインスタグラムの方からそちら詳細の方、流れておりますので、そちらご覧になって気になる、イベントがございましたらぜひあのご覧くださいませ。はいはいはい、ありがとうございます。コメントですね、はい、ありがとうございます。鎌倉さん、はい、コメントがたくさん来てく、来ておりますので、はい、ちょっと読んでみたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、広い、本当に行ってみたいって言ってくださってる方。そうですね、本当に広いですよね。はい、うん、広いね。あ、文化祭みたいですね。あ、文化祭みたい。そうですね、あの放課後のように、はい、あの楽器の演奏とかを閉店後にあのスタッフがやって準備をたくさんしております。はい、そうですね。はい。はい、あ、山本さん、これからの配信に出てほしいって、はい、山本さん、山本さん、ぜひ、はい、あ、そうですね、皆さんもしよろしければ、はい、こういった商品のご紹介だったら見てみたいよっていうのがあれば、もしあのコメントいただければ参考にさせていただきますので、うん、どういった商品とかが見たいとかあれば、はい、お願いいたします。はい、家ですね、家やってほしいですね。はい、かしこまりました。はい、じゃあもう少しご紹介ができるということですので、はい、じゃあこちらに移りたいと思います。はい、はい、今ご紹介しているのが東京有明の2階のフロアでございます。家具家電を主に展示しております。あとは、食器類などのキッチン用品ですねを、展示してあるのが2階の売り場でございます。はい、はい、で無印良品、はい、そうですね、でこういったように収納用品も、展開しております。たくさん種類も、はい、豊富に取り揃えております。はい、とても広いです。はい、何かコメントは来てますか。はい、鎌倉さん素敵、鎌倉さん映画最高って言ってくれてます。はい、皆さんね、いろんな商品見てみたいって言ってくださってますね。いろんな商品見てみたい、はい、植物、食品、キッチン用品なども、そうですね、はい、食品ですね、はい、今から3階に参りたいと思います。鎌倉さんで今ちょっとコメントで言っていただいたんですけど、ちょっと今日本日はあの時間の関係でご紹介できないんですけれども、3階、1、2、3階東京有明ではフロアがあります。で本日ご紹介できない1階なんですけれども、1階はパンなど売ってるベーカリーのフロアと、あと食品ですねが、主に売ってる売り場でございます。はい、ぜひ気になる方は東京有明までお越しください。はい、で今からご案内する3階でございますね、3階は医療品、あとはヘルス&ビューティー、化粧品ですね、あと文房具など取り揃えている、階でございます。はい、ではこちらに参ります。はい、売り場見ていただけると奥まですごく広い売り場となっております。はい、冬物もたくさんございます。はい、ありがとうございます。とても広いってコメントいただいてます。はい、何でしょうか。広い、とても広いって、はい、ありがとうございます。来てらっしゃる方は行ったことあるって思うと思うんですけど、はい、来られた方はない方はすごく広いという印象だと思います。はい、ではこちらですね。はい、こちらも周年祭で、はい、やってる商品なんですけれども、こちらが量り売りのマフラーですね。量り売りマフラーというのを東京有明限定でこちら販売しております。で、量り売りマフラーどういうことっていうことなんですけども、まあ、もうちょっと長いマフラーがあればいいのに、もしくはもうちょっと短ければ私の好みのように巻けるのにっていう方がいらっしゃると思うんですけれども、こちらは10センチ単位で布を買っていただけます。10センチ290円で好きな量だけ買っていただけます。実際に、はいはい、たっぷりと巻きたいなっていう方もいらっしゃると思います。はい、でこちらあの自分の長さに着て買っていただくことで、あのもったいなくないですよね。はい、いらない布が出ないので、はい、測り売りのマフラーなんて、はい、自分の好きな長さにカットしていただけるっていうのがこの測り売りマフラーの特徴でございます。はい、でお色味が今ここにずらっと並んでるんですけど、結構いろんな種類があります。あのギフト用とかであの買われる方もいらっしゃるんですけれども、今からの季節だとね、こういう赤だったりとか緑だったりとかも可愛いですよね。で今お見せしたこのチェックの柄ですねが今年の新色2色ございます。はい、こちらは無印良品東京有明で限定でやっておりますので、はい、気になる方はぜひこちらご覧になってください。はい、ありがとうございます。はい、
ということで、はい、ちょっと少しだけでしたが、はい、無印良品東京有明の、はい、店内を、はい、ご覧にいただきました。はい、ありがとうございます。はい、実際に、ね、商品試してみたい方はぜひお近くの無印良品まで。そうですね、はいはい、皆さんいろんなところから見てくださっていると思います、はい、無印良品は全国つつ裏ございますので、はい、ぜひ試したいな、はい、見てみたいなっていう方は近くの無印良品を行っていただきましたら、はい、今言った商品はほとんど展開していると思いますので、はい、そちらでお試しくださいませ。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、ですね、コメントはどうでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、お店でお買い物してる気分になったとのことです。ありがとうございます。嬉しいですね。はい、嬉しいです。ありがとうございます。楽しかったです。と来ております。ありがとうございます。はい、はい、遅くまでお疲れ様でした。はい、皆さん本当に遅い時間まで見ていただいてありがとうございます。はい、あ、次回楽しみにしてますって言ってますけど、はい、次回も楽しみにしてくださっております。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、マイクはいないですかね。はい、はい、ありがとうございます。あ、すごい、結構遠くから見てくださってる方いらっしゃるみたいです。あ、今有明のお店には行けないですが少し行った気分になりました。ありがとうございますでした。はい、ありがとうございます。最後に今井くんが登場してくれました。はい、リクエストがたくさんありましたので、はい、今井くんに会いたいというリクエストがたくさんありました。ありがとうございます。はい。はい、はい、では、はい、本日1時間近く、はい、皆さんご覧いただいてありがとうございました。ありがとうございます。はい、本当にもし本当に気になる商品があれば近くの無印良品で、はい、ゆっくりとお買い物を楽しんでください。はい、はい、今から年末年始でお忙しいと思いますが、はい、しっかりと冬のおうち時間を快適に過ごせるように、はい、今までお届けしてまいりましたのでこちらの商品を使っていただいて、はい、はい、楽しくお過ごしいただければと思います。じゃあ長山さんもはい、はい、ありがとうございます。はい、本日は本当にご視聴いただきありがとうございました。はい、さようなら。さようなら。ありがとうございました。ありがとうございます。いやー、面白かったですね、結構。パジャマいいですね。毛布のやつ。あったかファイバー、着る毛布パジャマ。これ買ってみよう。暑いかな、でもこれに、毛布に、敷きパッドもこれですからね。どんだけ暖かファイバーに包まれんねみたいなね。このパジャマだけじゃ5000円超えないので適当に、はい、今注文完了しました。また届いたらレビューしたいと思います。いや、でも楽しかったですね、ライブコマース。あれいいですよね、なんか実際にお客さんからの質問をリアルタイムで答えていくので、まあ、ああいう風に商品をね販売していくのが当たり前になっていくんだろうなっていうようなことを感じました。またね、ちょっと次回の、これどこで告知してるんだろうな、なんかちょっと分かりにくかったんですけど、まあ、またちょっとリアルタイムで見れたら見てみたいなというふうに思います。ということで今回はライブ配信を見る僕を配信というちょっと謎の長尺動画になりましたけど、また次回の動画でお会いしたいと思います。無常に任せ。